ちは、お元気ですか。今日はですね、東京にあるパキスタン大使館に来てますから、大使タッカー、エンティアザムさんとですね、ちょっと日本語でですね、パキスタンの独立記念日のお祝いの言葉とですね、感想聞きたいんですが、大使、もうコロナ時代で元気ですか。はい、おかげさまで元気です。ね、元気そうで、本当にね、今日のイベントはですね、パキスタン独立記念日でありますから、おめでとうございます。ありがとうございます。で、大使どうですか、今日のイベントは、まあ、何年ぶりにやったんですか。これはですね、イベントは昨年もあったんですが、でもパキスタン、大勢のパキスタン人とお祝い、前回お祝いしたのは2年前のことですね。はい、で、今日は2年ぶりにですね、はい、在日本パキスタン人と一緒にお祝いできてとても嬉しく思っております。まあ、私もう一つですね、オリンピックがあってですね、パキスタンにともね、まあ、優勝できなかったので、そのもね、やっぱりイベント予定だったんですが、どうですか、オリンピックにこれお祝いしてもらって、今日もお祝い、そのお祝いモードですね、オリンピックの人たちのですね。そうですね、パキスタンがですね、メダルが取れなかったんですが、はい、でも何人もね、よく努力して、ね、はい、優秀だったんですが、もちろん次回はね、絶対メダルが取れると思います。ね、本当我々もね、はい、何人が、もしもうちょっとね、努力すれば、メダルが取れると思います。次回がですね。そうですね。まあ、でも厳しい中でね、よく選手たちや大使館に呼んでイベントやりましたね。そうですね。先週はですね、2回もね、イベントやったんですが、選手たちと会いまして、話ができて、とても嬉しかったです。で、パキスタンのですね、オリンピック団体も、とても喜んでいたんです。そうですね。まあ、ここにですね、たくさんのパキスタン人たちがね、日本人と結婚してますから、奥様たちも日本人ですから、というか、コロナに対策に対してね、ちょっとメッセージ一言ですね、注意する事項等で、日本語でお願いしたいですね。そうですね、コロナ禍はね、まだ日本で続いているから、みんなが気をつけた方がいいと思いますね。まずはですね、もし機会があれば、早めにですね、ワクチンをつけた方もらった方がいいと思いますが、あとですね、コロナの SOP もちゃんと守った方がいいですね。マスクを使ったりとか、あとですね、ソーシャルディスタンスのことも、あと手が、ね、よく洗うとかね、このことはね、ちゃんと守れば、ちょっと安心だった。思います。ぜひですね、皆さん、はい、気をつけてください。大使館はですね、外交とも、長い間ちょっと外交も分かったし、大統領も首相もね、3年前で立派なイベントやったんですが、これからまたどうですか、やっぱり外交を始めますか、この状態だったら。そうですね、まあ、私はね、本当にたくさんプログラムがですね、やりたいですが、でも本当残念ながらコロナ禍で、昨年も今年も今までそんなにたくさんプログラムがやらなかったんですが、でもコロナ状況が少しも良くなったらいっぱいプログラムをやりたいですね。特にですね、来年はね、いろいろイベントはね、今計画しているんですが、なぜかというと、来年がね、パキスタン、日本、外交樹立70周年ですね、はい、でこの記念のためにいろいろですね、今が今計画していますが、でやっぱりね、コロナ禍が良くなったら、イベントがね、いっぱいやりたいです。国際交流ですね、非常に大使はね、もう何十年もですね、日本でいていろんなイベントやってたんですけどね、これからぜひですね、やっていきたいと思いますが、はい、ね、頑張ります。はい、ありがとうございました。